ペアロー YouTube イエス時間の鬼まぶしこと沢茂美です。今日海沿いを走っています。好きな時に好きな場所を走るっていうのはいいですね。イエス、ここは竹芝ですね。私の大好きな川崎重工業の、東京支社があるところですね。竹芝公園ですかね。竹芝公園走っていきたいと思います。結構ほらこんな感じで、まあ、ホテルの一角なんでこう走ってても気持ちがいいですね。走っててもねこうやって桟橋みたいなのもあってレインボーブリッジを見ますね。まあ気持ちいいです。まあ潮の匂いはですねそんなに感じないですけど、まあ、ホテルの一角こんな感じですね。ここはかつて私にとって思い出深いセミナーを受講することができた思い出深いビルですね。いやー良かったですね。竹芝の客船ターミナルですね。ここがまた公園になってます。まあ、ここはですねこんな公園があって、まあ、いつもはね帆が船の帆が張られてる公園になってるんですけど今ちょっと工事してるみたいなんで、適当に周りを走ってます。ここはいつも駆け足コースに入ってるんですけど、まあ、気持ちいいんでよく使います。また上に上がってきてますけど、ここがその桟橋の上のとこですね。ウォーターサイドもねいっぱい建物があって、ちょっとこっちから行こうかな。ここのホテルもたまに遊びに来たりしていいホテルです。あっちに見えてるのがですね、今話題の浜松町の再開発プロジェクトが行われている一帯ですね。もうだいぶできてますね。の浜松町から、スカイウォーク直結でフロントの開発の目玉の一つである、ウォーターフロント計画だったかなんか分かりませんが、まあ、上の方にホテルが入ってですね見違えるようなこの地域のシンボルになります。まあ、走ってても非常に楽しいですね。二段式のね建物があって、ライオンキングだったかと思いますけどね、スカイウォークですね。まだ建設中で結構、まあ、駅まで遠いですけどね、まあ、ここ繋がると本当楽しみです。いやこのスカイウォークがね浜松町駅まで続いてるんですけど、あっちに見えるセンタービルもそのうち取り壊しになるんでしょうね。まあ、浜松町の駅の周りも結構新しくなります。ここはアクティ汐留の前ですね。アクティ汐留、これですね、アクティ汐留。アクティ汐留はですね、私のビジネスの先生にマンツーマンでレッスンを受けるためによく通ったところですね。懐かしいですね。いや、先生ありがとうございました。いや、ここはですね、浜松町と新橋の間くらいですかね。ここもですね、私が大好きな公園なんですけど、アクティ汐留の隣にあってイタリア公園っていうんですよね。確かイタリア公園だったと思うんですけど、ね、ここはですね晴れてたらめちゃくちゃ気持ちが良くて、中結構こんなに整備されてるんですよ。あんなヴィーナスがいたりしてですね、いやここはおすすめの駆け足スポットです。ここはですねツインパークスっていうなんか高級な家があるところの前でなんか、まあ、通路なんですけどね、荘厳な感じがして好きなんですよね。ここを越えたら、まあ、もうすぐ汐留になります。結構汐留のビルっぽくなってきましたね、この辺ね。汐留っぽくなってきました。もうすぐで、汐留の駅になりますね。汐留っぽくなってきましたね。あ、汐留の日本テレビが、あそこに見えますね。いやー、汐留っぽいですね、これ。ね。ハロー。日本テレビの前ですね。まあここはいつも朝のお天気の放送やってる広場ですね。日本テレビ系のですね。なんで結構ここも走ってて気持ちいいんです。まあ、ちょっとした遊園地のアトラクションを走ってるようなそんな感じになります。ここは新橋ですね。キュービーハウスがですね駅の中に入ってて髪の毛を切るたびにこの新橋は利用します。国道15号ですね。ここ新橋の駅です。新橋駅ですね。最近よく来ますね。お父さんたちの街ですよね。
ここはいわゆる新橋のアーケード下ですね。であそこに東電の本社が、東京本社が見えますね。すごい柱が立ってますね。ここのアーケードもですね、耐震補強工事中なのか、結構今工事してますね。ここも有楽町ですね。ここが私が一番好きな寿司三昧です。ここの寿司三昧私大好きなんですね。あとはあそこも大好きな、帝国ホテルです。いやまあ毎年行ってますね。じゃあまだこのアーケード台進んでいきたいと思います。ここをね、このくね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 入っていくと出てきました。これですね、これが日比谷ミッドタウンです。ここでですね、プログレスのメンバーと一緒に走ったりするときは集合場所がまあこの辺にあったりしますね。ここの日比谷ミッドタウンの6階だったかな、6階くらいにですね、すごい公園というか広場というかですね、まあ気持ちいい景色が、皇居ももちろん見渡せる、そして霞が関の中央環状も全部見渡せるような、そういう広場があるんですね。あそこ気持ちいいんで、いつも立ち寄ってしまいますね。ちなみにあそこが、皇居ですね。あと丸の内、ここがいわゆる日比谷の交差点。あ、後ろにペニンシュラがありますね。ペニンシュラが、ペニンシュラの最上階もバーになってるんですけど、すごいいいとこですよ。そして向こうが皇居ですね。で今から、日比谷公園、こちらは日比谷公園になります。日比谷公園はですね、プログラスのメンバーでもよく走るんですけど、ここは何でもありって感じで、結婚式場もあれば、テニスコートもあれば、池もあれば、あの噴水もあれば、まあ、イベント会場にもなるっていう、すごい、ここはあの日比谷公園の有名なペリカンですね。ペリカンの噴水、そしてあれが、日比谷ミッドタウンですね。奥に見えるのが、あれがいわゆる国を動かす天才ブレインたちが集まる霞が関合同庁舎ってやつですね。いろんな庁舎が、集まってまして、あそこで国を動かしていらっしゃると。で、あの建物の向こう側にはね、また桜田門、つまり警視庁とかがあったりしてですね、そういう高官庁が集まるエリアでもあります。ここは日比谷公園の有名な噴水なんですけれどもね、今日は雨がちょっと降ってるんで、ほとんど人がいませんね。あちらがエンパイアホテル、帝国ホテルですね。まあ大好きなホテルの一つです。ここは内幸い町ですね。内幸い町、ここが内容証明も送れる芝郵便局ですね。内容証明って特定の郵便局でしか送れないんですよね。おなり門まで来ましたね。おなり門の駅まで。あそこがもう芝公園と東京タワーですね。ここが港区の区役所ですね。区役所、芝公園が右手にあります。芝公園、こちら芝公園ですね。あとプリンスホテルとかも、確かプリンスホテルです。公園の中には増上寺もあってですね、増上寺のここが、まあ、正門というか、そしてこちらが、参道になりますと。芝公園の中には増上寺もあるんですけど、プリンスホテルが2個あって、あっちが新しい方の高いプリンスホテルです。さっき芝公園の中はほんと芝生がいっぱいあって、まあ、晴れてる人が寝っ転がると気持ちいいんですよね。芝公園のテニス場ですが、まあ、ここまだ1回も利用したことないですね。芝公園のインターチェンジです。ここいつも使ってますね。都内はだいたいこういう川というか用水路の上は高速道路になってるんですね。だいぶ三田の中まで来ました。あれが NEC 本社ビルですね。 NEC 三田といえば NEC、 芝浦といえば東芝みたいな、あれ NEC 本社ですね。そしてここが三田。はい、ここは三菱自動車の本社があったんですが、でそこにこの勝海舟と西郷隆盛の会見場所の地っていうのがですねあったんですけど、今ちょっと工事中で見れなくなってます。この三菱自動車の本社多分建て壊したんですね。
今田町駅前に移動してます。田町駅に戻ってきました。ここ田町駅ですね。昔の江戸時代の地図を見るとここから東はみんな海だったみたいですね。ここが、田町駅ですね。田町駅も最近大改造されて本当に綺麗に、特に駅の東側は昔海だった方がですね本当に生まれ変わりました。駅の東側ですね、こういうふうに遊歩道で、空中回路でつながって、この結ぶ田町というね大きな建物ができて、非常に飲食がしやすくなりました。この田町ステーションタワー、結ぶ田町の下で、芝浦はですね、あ、これモノレールが走っていってましたね。結構ダイナミックで、まあ、田町のあたりとかこうやって屋形船の停泊場があったり、まあ、駅前が再開発されてたり、あれですね、あのここ芝浦公園、芝浦公園、港区の税金がですねがっつり投入されて今結構開発されてます。いや、ここの公園で最後あのストレッチをしてね終わるのが定番なんですよね。これちなみにガス灯なんです。かっこいいですよね、ガス灯の光は夜とかめちゃ綺麗なんですよ。じゃあここでストレッチして今日は終わりたいと思います。田町駅前、港区